なるほど日本第56話人類最初の友人。人気のペットとして常に上位に位置し、生活の中で身近な犬。犬は飼い主を母と見る、また群れのリーダーとして見るなどが言われますが、異なる動物でありながらこれほど身近な存在になれたのは、受け継がれた DNA や長い歴史があります。彼らとの関係は古く、狩猟のパートナーや番犬、警察犬に盲導犬、そして家族として互いに違う動物でありながら信頼関係を築き、共に生活してきました。犬は現在、交配などから顔つきや体格が異なり、同一亜種としては他に例を見ないほどに種類が膨らみ、犬種は700とも数千とも言われています。かつて人類と狼は狩猟の中で何千年もの間獲物を奪い合い生存してきました。40万年前のイギリスや30万年前の中国などの旧人類の遺跡から狼の骨が発見されており、その頃に人類と狼の接触があったと考えられています。狼が食料を得るにあたり、危険の伴う狩猟に比べて人間の食べ残しを漁る方が安全で効率的であることから、人間との距離が縮まっていきました。人類は狼を観察する中で、クマなどの外敵から物資を守ったり、狩猟能力などの優れた嗅覚や聴覚、知性を知り、やがて彼らと生活を共にするようになり、2万年前から4万年前には家畜にしていたと考えられています。家畜化し、狩猟の効率が上がったことで、我々ホモサピエンスがネアンデルタール人や旧人類との生存競争に勝った要因の一つとも考えられています。そして長い年月をかけ、狼は犬へと進化しましたが、狼と犬は遺伝的に 0.04% しか差はありません。ドイツで発見された約1万4700年前の化石から、犬は約1万5000年前には灰色狼から分岐していたとされ、犬の起源は1万5000年前から4万年前とも考えられてきました。この分岐時期については、狼と犬の DNA の差から見て、 DNA の塩基配列に発生するにはおよそ13万5000年を必要とする考えや、4万年で可能など様々な意見があります。2014年、カリフォルニア大学教授ロバート・ウェイン氏は、化石の DNA から現存する灰色狼は犬の直接の祖先ではなく、約8万年前に灰色狼から分岐した別の狼、プレストセン狼から犬に進化したと発表し、これまでの定説が覆ることになりましたが、そうすると前述のDNA の塩基配列の話に説明がつきます。犬の進化はユーラシア大陸が起源とされ、複数の地域で進化があったために年代が定まらないと言われていましたが、2016年、国際研究チームが現代の犬と古代犬の遺骨の DNA を比較したところ、アジアとヨーロッパそれぞれで時期が違うものの同一の進化が発生していたと発表されました。現在ほとんどの犬はアジアとヨーロッパで進化した犬の混血種になっています。日本列島における犬の起源については、南方の東南アジアを起源とし、南方系の縄文人に連れられて日本列島に広がったとみられています。縄文時代の犬の骨の出土は関東地方をはじめ
全国から出土しており、縄文早期から後期にかけて出土遺跡、個体数、埋葬事例が増えており、放射性炭素年代測定の結果、国内最古の埋葬圏は7200年前付近のものとされています。縄文人は狩りで傷ついた犬の手当てや埋葬を行うなど、家族として大事にしていたことが分かっています。縄文犬の骨をもとに復元が行われた結果、立ち耳、巻き尾など柴犬に似た特徴を持っている一方、額から鼻の顎段部分が平坦で、目がつり上がり、頑丈な体格をしていました。現在は、日本犬の先祖とされる絶滅した縄文犬を復元しようと、60年かけて改良された縄文柴犬がいます。その後、朝鮮半島から渡来人がやってきた時代に、弥生犬が日本にやってきて、縄文犬と混ざり、様々な種類に分岐しました。弥生時代では農耕化とともに狩猟の機会も少なくなり、農地を守る番犬とされる一方、この時代に出土した犬の骨には解体やかぶりついた形跡が見られることから、身近なタンパク源として食用としても扱われていたようです。聖徳太子の愛犬雪丸は人の言葉を話したというエピソードもある飛鳥時代には、仏教の教義による摂政会に基づき、675年天武天皇によって肉食禁止令が発布され、鹿やイノシシを除く牛、馬、犬、鳥などの食用、狩猟が禁止されました。平安時代では枕草子や源氏物語に宮廷で飼われる犬が登場し、江戸時代では徳川綱吉の生類憐れみの霊など、縄文から現代に至るまで密接に関わり、長い年月を過ごしてきました。日本書紀ではヤマトタケルノミコトが統制の際、軍を導いた白狼に大口まがみとして御嶽山にとどまり、魔物を退治せよといった話もあります。神社では神の使いを総称して剣族といい、稲荷神社の狐や熊野大社のカラスなどありますが、狼はお犬様と称しています。狼が持つ類まれな能力に畏怖と畏敬の念を抱き、お犬様を神様の使いとして、その強い力にすがり、ご神徳を求め、信心されているお社は多くあります。天武天皇の時代、稲を皇室に献上した際に建立したとされる犬神社では、日本で唯一犬を主祭神として、犬姫の神が祀られています。犬、猫の飼育数が人間の子供の数を大幅に上回るとも言われる現代。デジタル化の進む中でも、人間と犬との直接的な触れ合いは今後も続いていくことでしょう。